こんにちは。キープパワーの純正充電器 L2 プラスレビュー。じゃあ開けます。説明書がついてます。充電器本体です。じゃあ電源を入れます。じゃあ電池入れます。液晶はこんな感じでつけます。下が時間で、真ん中がボルトで、一番上が充電量です。ありがとうございました。